ベルト・ザクマンはドイツの細胞生理学者。細胞上の単一、イオンチャンネルの機能に関する研究突発チクランプの発明によって、エルヴィン・レイヤーと共に1991年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ザクマンはゲッティンゲン大学教授であり、ハイデルベルクにあるマックス・プランク医学研究所名誉教授である。シュトガルトで生まれ、 リンダウの小学校に入学した。その後1961年にシュトゥットガルトのギムナジウムを卒業し、1967年からチュービンゲ園、フライブルク、ベルリン、パリ、ミュンヘンで医学を学んだ。1968年にはミュンヘン大学の助手になり、同時にミュンヘンのマックス・プランク精神医学研究所の神経、生理学者、オットー・クロイツフェルトの助手も務めた。 1971年には、ユニバーシティカレッジロンドンに移り、生物物理学者のベルンハルトカッツの下で働いた。1974年に、猫の網膜の光に対する順応を、電気生理学的に研究した内容についての論文を書き上げ、ゲッティンゲン大学で博士号を取得した。同年、ゲッティンゲンのマックス・プランク生科学研究所に移っていたクロイツフェルトの下に戻り、 1979年から細胞膜の研究グループに所属した。ありがとうございます。